こんばんは、スプリングです。私は今兵庫県高砂市、ここは山陽本線の曽根駅と宝田駅の間になります。本日はですね、ここの踏切を使ってサンライズをね、撮ってみようかなと思います。ちなみに本日はサンライズがね、営業運転を始めた日ということで、まあそれが7月の12日ということになっております。ですので撮影に参りました。さあ練習はほとんどありませんので、ほぼね、一発撮りでやっていこうと思います。まあ練習が来たかと思いましたけども、おそらく貨物列車ですよね。まあ、今山陽本線がね、大雨でえらいことになっているので、ほとんど貨物動いてないんですが、こちらは東福山から来た列車ですので問題ありません。この動画 iPhone で撮っておりますので、少しね、音割れをしてしまいました。見苦しくて申し訳ありません。今少しだけね、コンテナが薄暗く光りましたね。ここちょうどね、踏切渡るところでライトが当たるので、ここを使ってね、サンライズを撮ってみようと思います。ちょっと今の写真シュールでしたね。こちらは山陽本線の普通列車です。まあ前を撮るとね、やっぱどうしてもこの前照灯が光が強いので、こんな感じになってしまいます。こちらこちらでいいんですけどね。最後の練習点やってきました。最終の普通列車西明石行きです。223系でしょう。うわ、かっこいいですね。スパークが出ましたね。いやー、スパーク撮りたかったなと思ったんですけども、写真はこんな感じになりました。ちょうど顔のところにライトが当たってくれております。まあ、ちょっとね、 JR 西日本のこの踏切にあるライトがね、すごい色してるんですね。まあなんか一説によると自殺防止のライトということなんですけども、まあもうちょっとね、白いライトだったらよかったかなと思うんですが、まあ文句は言いません。さあ、こちら新快速がやってまいりました。まあこんな夜中でも新快速がいっぱい通りますよ。結構ゆっくり通過してきましたね。というわけでね、こんな感じになりました。新快速網走という表示が出てかっこいいなと思います。さあ、続いてサンライズですよ。さあ、サンライズやってまいりました。実に4日ぶりですかね。まあしばらくの間、大雨のために運転を見合わせておりました。本日で23年目になります、サンライズ出雲瀬戸号です。やっぱね、先頭がライトはね、ハイビームとかで眩しいので撮ることができません。なので後ろを狙っております。わあ、かっこよかったですね。浮かんでくれましたよ。というわけでこんな感じになりました。少し遅ぎった感がありましたね。まあちょっとなんか怖い感じになってしまいましたけども、まあこれはこれでいいのが撮れたんじゃないかなと思います。まあまだまだ闇鉄するところがね、たくさんあると思いますので、またこういうところでもね、撮影をしてみたいなと思います。こちら EF6627 ですね。というわけでね、今回ご視聴いただきありがとうございました。本日も動画をご覧いただきありがとうございます。こちらのチャンネルでは鉄道写真を主にした動画を投稿しております。動画がいいなと思われた際はチャンネル登録、高評価、コメントをよろしくお願いいたします。